ローレンツ変換、ローレンツ変換、ローレンツ変換は、2つの完成形の間の座標、時間座標と空間座標を結びつける線形変換で、電磁気学と古典力学間の矛盾を回避するために、アイルランドのジョセフ・ラーモア、1897年と、オランダのヘンドリック・ローレンツ、1899年、1904年により提案された。 アルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論1905年を構築した時には完成形間に許される変換公式として理論の基礎を形成した特殊相対性理論ではすべての完成形は同等なので物理法則はローレンツ変換に対して不変な形すなわち同じ変換性を持つ量の間のテンソル方程式として与えられなければならないこのことを ローレンツ普遍性を持つという。幾何学的には、ミンコフスキー空間における二転換の世界感覚を普遍に保つような原点を中心にした回転変換を表すミンコフスキー空間で見たローレンツ変換説参照。ローレンツ変換はマイケルソン・モーリーの実験結果を矛盾なく説明する手段として提案された。ローレンツは、時間の流れや高速度は、 すべての基準座標形において同一と考えたため、大きな速度で動く座標形では2点間の距離、物体の長さは縮むというローレンツ収縮を示した。しかし、ローレンツ収縮は実験結果と矛盾した。後に、アインシュタインは高速度の普遍性と物理法則の相対性、物理法則はあらゆる完成形間で同一であるのにつを原理として、 特殊相対性理論を築いた。そこでは、ローレンツ変換からの帰結として、時間の進み方が観測者によって異なることが示された。ガリレイ変換は、等速運動をする完成系間の座標変換であり、ニュートンの運動方程式は不変な形で変化するが、マクスウェルの方程式では満足されない古典的な座標変換である。ローレンツ変換は、 マクスウェル方程式を普遍な形で変換する。また完成形の動く速度が高速度に比べて十分小さい場合とみなせる場合を考えると、ローレンツ変換はガリレイ変換を再現する。したがって、非相対論的な極限でガリレイ普遍性が成立しているという事実もローレンツ変換で説明できる。ローレンツ変換のうち空間と時間が関与する方向への変換を ローレンツブーストと呼ぶ。特殊相対論が導く我々の直感に反する事柄のほとんどはこのローレンツブーストからの帰結である。一方で空間同士が関与する変換はただの空間回転である。ローレンツ変換はある完成形における空間及び時間座標あるいは任意の四元ベクトルを低軸に沿った S に対する相対速度で移動する。 別の完成形へ変換する際に使用される、軍作用である。原点を共有する、における、時空座標とにおける、時空座標で記述される事象の座標形は、以下のローレンツ変換によって関連付けられる。フォーミュラ1フォーミュラ2フォーミュラ3常式で、は、ローレンツ因子と呼ばれ、は、真空中の高速度を表す。上の4つの方程式は、行列を用いて表現できる。 あるいは、以下のようにも記述できる。最初の式は、となる極限において、ガリレー変換に帰着することを容易に理解できる点で、第二の式は、相対論における基本的な普遍量である、時空間隔が保存されることを容易に理解できる点で、それぞれ優れている。また、パラメータを用いて、とすると、距時間を用いれば、行列を用いれば、それぞれ、 と表すことができる。この表現を用いるとローレンツ変換がミンコフスキー空間上での虚数角の回転に相当することが容易に理解できるこの標識では速度の合成が容易になる完成形において速度で引く軸方向に等速運動をしている物体は完成形における速度はとするとで表される相対速度の方向が完成形の引く 軸方向と一致する場合にのみ、上の方程式は適用される。の方向がの引く軸と一致しない場合には、ローレンツ変換の一般解を求めるよりも、の方向がの引く軸と一致するように完成形の回転を行う方が一般に良いである。任意の方向へのローレンツブーストに際しては、空間ベクトルを速度と平行な垂直成分にフォーミュラ Q と分解すると都合が良い。 方向の成分フォーミュラ10のみが、ローレンツ因子による変形を受ける。フォーミュラ11乗の方程式は、行列を用いて、以下のように表現できる。フラック、ボルシンブル、V、C ガンマボルシンブル、がフラック、ボルシンブル、V をタイムズボルシンブル、V マスム T、V に、ここで和の点値行列は三次単位行列である。上で中したように、 この変換は2つの計で原点が共有されることを要求する。この制約を緩和する形で、ローレンツ変換に時空の平行移動を加えた変換は、ポアンカレ変換と呼ばれる。なお、ローレンツ変換は高速度一定の帰結である世界間隔の普遍性を満たす変換として、より一般的に定義される。ここで時空を記述する四元ベクトルに対し、 おみたす任意の四四行列によって与えられる変換がローレンツ変換となる。ただし、は、天地行列を表し、は、で与えられる時空の軽量テンソルを表すものとする。このように定義された行列の全体は、ローレンツ群として知られる群を構成する。厳密に言うと、このように定義したローレンツ変換は、ミンコフスキー空間での回転だけでなく、 空間反転に相当するパリテ変換、時間反転を含む。これらの変換は連続的なローレンツ変換とは別個に扱われる場合が多い。例えば実際の物理は連続的なローレンツ変換に対しては普遍だが、パリテ対称性の破れ、CP 対称性の破れ、CPT テールよりの破れと同義は実験で観測されている。この点を明確にしたい場合、 連続的な回転のみの部分を本にローレンツ変換と呼ぶことがある。より一般的にローレンツ変換は世界間隔を普遍に保つ線形変換として定義される。こうして定義されるローレンツ変換はミンコフスキー時空における内積に対する対称性として捉えることが出る。まずミンコフスキー時空におけるローレンツ変換は、すなわちを満たす 線形変換として定義される。ただし、和で与えられる軽量テンソルであり、重複する添え字に対しては、アインシュタインの宿約に従って和を取るものとする。また、添え字の上げ下げは軽量テンソルによって、で、与えられるものとする。こうして定義される、ローレンツ変換は、時空の2点のローレンツ内積を普遍に保つ、この性質から、特に時空の軽量、 は、ローレンツ変換のもと、普遍となる。すなわち、世界感覚は普遍に保たれる。ローレンツ変換全体のなす集合は、行列式と例々成分によって分類される。ローレンツ変換において、その行列式はの値をとる。一方、例々成分はまたはを満たす。ローレンツ変換の全体の中で、行列式の値と例々成分の符号が等しい二つの、ローレンツ変換は、 連続的に移り変わることができる連結な成分となる。一方、これらが異なる二つのローレンツ変換は、連続的に移り変わることができない非連結な成分となる。したがっては、行列式の値並びに零々成分の符号によって、次の四つの連結な部分集合に分類される。この分類において、お満たすものを順次間的、お満たすものを半順次間的。 を満たすものを、固有、を満たすものを非固有、と呼ぶ。ローレンツ変換の中で、特別なものとして、で定義される高頭変換、空間反転、パリーテ変換、時間反転、空間時間反転が存在する。これらの変換により、は次のように結びつけられる。完成形と完成形の座標格子を重ねて図示すると、ローレンツ変換とガリレイ変換の違いがイメージできる。 ガリレー変換では、時刻が等しい点からなる直線、同時刻線は両関成形で一致するが、ローレンツ変換では異なる。関成形の同時刻線は互いに傾いている。これは、ローレンツ変換では、関成形では同時に起きた事象が関成形では異なる時刻に起きていることを意味する。これを同時性の崩れという。ローレンツはこの変換が、 マックスウェル方程式を不変な形で変換することを1900年に発見した。ローレンツは同向性、エーテル仮説を信じており、この変換に適切な基礎を提供する相対性理論を発したのはアルベルト・アインシュタインであった。ローレンツ変換は1904年に初めて発表されたが、当時これらの方程式は不完全であった。フランスの数学者、 アンリポ・アンカレが、ローレンツの方程式を、今日知られている、整合性の取れた4つの方程式に修正した。アインシュタインの解釈によれば、観測者に対して運動する物体は、縮んで観測される。例として、引く、軸方向に、長さを持つ物体が、観測者、座標形に対して軸正方向に、速度で、等速直線運動する場合を考える。これはすなわち、 観測者にとって同時刻に観測したときに物体の端と端の引く座標の値の差がであることを示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。